おはようございます、かげまるです。今日もまたまたちょっとビデオブログになります。すいません、今日のビデオブログの方はちょっと音楽を大音量で聞く人はちょっと耳鼻科行った方がええん違うかいう話なんですけれども、日本人の人はそうではないと思うんですけれども、外国人の方でですね、何語か言語がわからないその音楽をですね、ちょっと大音量で昨日かけとったんですよ。何語なんかな、なんかお経みたいな音楽ですかね。インドとかなんか聞いたらインド風なんですけど、その言語がそのインドなんかどうなのかはちょっとわからないんですけれども、その何語で歌ってるのかちょっと意味不明な歌を大音量で昨日かけとったんですね。で、場所は分かってたんですよ。そのなんか家の近くにあるその土建屋みたいなところのなんか、寮なんですけれども、窓全開で大音量で夜8時半ぐらいやったかな、もう音楽かけてて寝ようかな思ってテレビつけとっても、その意味不明な言語の音楽がこう耳に入ってくるから、まあ、腹立ってもうちょっと警察に電話しちゃったんですよ。でしばらくしてからやんだんかな。で、まあ時々日曜日早い時間に家帰ったらその意味不明な言語の歌はかかってたの分かってたんですけれども、昼間やし、まあええか思っとったら、昨日はさすがに夜も寝ようかな思っとった時に大音量やったから、もう警察にちょっと通報したったんですけれども、まあでも時々車でもいらっしゃいますよね。そのむっちゃでかいこうボリュームで音楽聴いてる人とかおるんですけど、そんなでかい音せん、でかい音にせんでも聞こえるのにでかい音でかけるんやったら、やっぱちょその人たちはちょっと耳鼻科行った方がいいん違うかな思うんですけどねっていうお話でした。すいません。で、今日は景色多分見れると思うんですけれども、今日前行ってた神社ちょっと今日また行くんですけど、でそこでまたちょっと写真ちょっと撮ってみます。で、今日なんか知らんけどクーラーのこのこうファンのところから変な音をしますね。ちょっと掃除した方がいいのかな。一回ちょっと開けてみます。フィーンっていう音がするんですよ。なんか壊れかけのエアコンみたいな音です。ここです。今日はいい写真撮れるかな。ちょっと行ってみますね。もうほんまにいい加減車洗ったらなあかんみたいな、こっからやったらベストショットかな。ちょっと行ってきます。今日はね、いい写真撮れたんですけど、そのなんか日陰になるようになっちゃって、ちょっと青色が、青色がってちょっとカラーがね、ちょっとこう目立ってないみたいな。前までね、冬場ぐらいやったら日陰になってないからもうちょっとええ写真撮れると思うんですけれども、今日はちょっとこうなんか日陰になっててあかんかったみたいな。もうちょっと時間遅い方が影の上辺から日陰になれへんのかな、今日なんか影が長いです。なんでやろう、いつもと同じ時間なんですけれども、で今日はまあ音楽をまあ大音量で聞きたい人はやっぱりそうですね、車とか自宅ではなくてそのこうフェスとかに行ったらいいんですよね。フェスというか
イベント会場か、どっか、海か山奥で、大音量で聞いてもらった方がいいのかなっていう感じですかね。そのやっぱどうしてもその防音設備がないところで大音量で音楽かけると、別に聞きたくもないその音楽をなんで聞かなあかんねんいう話になりますもんね。特にあの言語がなんか意味不明なその言語の歌っていうのが、もうまだ英語やったらね、まだ知ってる歌やったらまだあの大音量でも、ああこの歌懐かしいなとかってなるかも分かりませんけども、言語が何なのかようわからん、あの大音量の音楽はもうあの通報みたいなでいいん違うかな、昨日通報したりましたけど、で通報しても警察と一緒に文句言いに行こうかな思ったら、嫁がやめてくれって言うからやめたんですけど、ほんまにね、もうめっちゃでかい音楽でその変に重低音聞いてるからもう全然寝られへんみたいな、その重低音のそのドン、なんだベースのドンドンドン、ベースじゃないですよね、なんだろうな、太鼓かな、なんかほんまにね、なんかインドとか仏教とか聞くようなその音楽なんですよね。その宗教的なところなんかな、まあ、宗教の音楽をかけてたんやったら、まあでもそんなにでかい音でかける必要ないやろいう、そのお寺さんとかでもそんなね、お経をこう大音量でこうお経を唱えるっていうところもやってないし、まあとにかくもうちょっと大音量は控えてほしいみたいなですね。今日からです。なんか今日からなんか急にジーっていう音がするようになって、で明日明後日、今日何日でしたっけ？あ、明日再検査やから、とりあえず明日までエアコン持ってもらわんとあかんなみたいな。明日はCT、造影剤なしの CT 検査です。肺にねちょっとねうっすら影がある言って。感じですね。もうその検査結果が合うとやったらもうちょっと大音量パトロール行ってもう文句言いまくりみたいな自衛官行けみたいな嘘です、ということですね。今日はビデオブログ以上になります。ここに PS のアンテナつけたんです。あのネットがね止まっちゃったんでね、あの急遽アンテナつけてテレビ見れるようにしたみたいな。よいしょ。今日はねなんか暑い言うてもそんなずっとそのすんごい湿気があるっていう感じの暑さじゃないですね。湿度がちょっとマシな感じはしますね。だけど温度が高いからやっぱり熱中症には気をつけていただいた方がいいですよね。救急車が昨日もたくさん走ってたんで熱中症で呼んだんやと思うんですけれども、クーラーの温度はやっぱりなるべくもうめっちゃ22、3度がいいんじゃないですかね。だって病院行ったらその分お金高くつきますからね。よいしょ。すいません、このところあんまりダブル RR
ックス1週間よう運転して2回ぐらいやから、なんかめっちゃ車庫入れが下手くそになって、まあ運転も下手くそなんですけれどもなっちゃってすいません。今日のブログは、ビデオブログは以上になります。すいません。それでは簡単なんですけれども、させていただきたいと思います。